本日はお集まりいただきありがとうございます。私3年の小籔匠と同じく3年の横山彩です。よろしくお願いいたします。本日は競技ダンス部について皆さんにご説明したいと思います。短い間ですがお付き合いいただければと思います。では早速説明に移らせていただきます。まず競技ダンス部とは言ってはおりますがサークルなので安心してください。さて、そもそも競技ダンス部って何だろうみたいな感じだと思うんですけれども、簡単に言いますと男女2人組で踊る社交ダンスを対戦形式にしたものを競技ダンスと呼びます。だから競技ダンスと競技っていう名前がつきます。おそらく皆さんの想像していた一般的なダンスのイメージとはちょっと違うかもしれません。ではその競技ダンス部についてもう少し詳しく説明したいと思います。競技ダンスは大きく分けて2つの種目に分かれます。まず1つがモダンという種目です。優雅な踊りが特徴的で男性と女性が手と手を取り合ういわゆる社交ダンスとほぼ同じです。でもう1つがラテンという種目なんですが、こちらは比較的アップテンポな曲に合わせて踊る踊りで、金スマの社交ダンススペシャルという番組があるかと思いますが、そちらで踊っているのがこちらのラテンという種目で、とても激しい踊りが特徴的です。では、競技ダンスというくらいですので、審査されます。で、どんな審査方法かといいますと、フィギュアスケートのように技を決めた点が入るのではなく、男女の一体感やどれだけ美しく楽しそうに踊っているのかなど、そこら辺を総合的に評価して最終的にジャッジがいいですか、そのジャッジによって審査されます。ここで早稲田大学競技ダンス部の過去の戦績をご紹介したいと思います。ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですけれども、の全日本大会で、は一組が第2位を取ったり、あと昨年行われました六大学選、六大学集まる大会では総合優勝を決しております。個人でも団体でも結果を出している、実はすごいサークルなんです。はい、また競技ダンスの魅力として、競技ダンス部の魅力としては未経験からでも始められるというところです。スライドにもある通り、ほぼ全員が大学から競技ダンスを始めるので、ダンスの経験や音楽の知識がなくても始められます。早稲田大学ではもう9割9分が全員未経験で始めています。先輩が親身になって優しく教えてくれるので、未経験でも大丈夫といったところです。では次です。では実際の活動はどれくらい行っているのかご紹介いたします。練習会は火曜日と土曜日週2回行っております。現在コロナの影響で練習会が火曜日のみとなっておりますが、基本的にこのような予定になっております。時間は18時から21時で普段活動しております。場所ですが、外部の施設をお借りしておりまして、豊島区立の朝日小学校という体育館で練習を基本的に行っております。それ以外の日は学生会館という田前キャンパスにあるサークルのための施設で自主練を行っております。続いて例年の年間日程についてご説明いたします。年間日程はこちらのスライドにある通りです。コロナウイルスの関係で昨年は開催が見送られておりましたが、今年の感染状況によっては合宿や夏に農業船に乗って先輩と後輩を入れて花火を見るといった楽しいイベントまでご用意しております。次にちょっとこれの話になっちゃうんですけども、活動にかかる費用がどれくらいかをご説明いたします。最初に購入していただくダンスシューズがだいたい1万円、またサークルに入ってからは大会に出場する費用などもろもろ込みで1万円ほど
シューズの出費があるんですけども、それ以外は特に大きくお金がかかる場面はございませんので、ご安心ください。競技ダンス部ではもちろん研鑽もバイトもできます。競技ダンス部に入ったからといって、競技ダンスだけじゃなく他のことにも熱中できるというのがこの部活のいいところとなっております。競技ダンス部に入部していただければ、遊びもダンスも全力で楽しむことができます。何か新しいことにチャレンジしたい方、大学生をエンジョイしたい人もぜひお越しください。部員一同、皆様の入会をお待ちしております。最後になりましたが、競技ダンス部公式 SNS では、新刊情報を随時更新しております。Twitter、Instagram、公式 LINE、YouTube などやっておりますので、ぜひ調べてみてください。検索欄に早稲田大学競技ダンス部と入力していただければそれぞれアカウント出てくるはずですのでよかったらご覧ください。またこの教室の外の机に競技ダンス部のビラをこのようなビラを置いてありますのでこちらの方に Twitter、Instagram、公式 LINE の QR コードも掲載されておりますのでぜひお手に取っていただけると幸いです。SNS の方でも掲載しておりますが、新刊のカレンダーがそれぞれ載っておりますので、どのようなイベントが開催されているのか、そちらもチェックしていただければと思います。今週に体験会もあったり、説明会とかもございますので、よかったら参加お願いいたします。以上で競技ダンス部の説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。